皆さんこんにちは。今回は栃木県にある足利フラワーパークに来ています。なんとね、こちらイルミネーションアワードというものでね、5年連続1位を獲得されています。このね、イルミネーションは10月下旬から2月初旬ですね。今年は2月7日までだそうです。その他の季節は、季節ごとのね、お花がね、いっぱい咲いてるそうです。ちょっとね、イルミネーションの時期はね、このお昼間に見ると、電球のお花がいっぱいあって、成果はあまりないですね。他にはね、こちら以外に、この周辺だと、そのプレミアムアウトレットがあるそうですね。お買い物もできて、イルミネーションも見れてて、ちょっとね、三重県にある、どこでしたっけ？ジャズドリーム長島と、菜花の里と少し似てますね、立地的にね。今この時間帯はね、ビフォアなのでね、アフターですね、夜のイルミネーションになった時ね、お楽しみにしていてください。お花占いがあって、私ボタンを押したら、ピンクになったので、温かい心を持っているって出ました。どうなる？99本の花らしいよ。ちょっとね、寒すぎてね、みんな夕方になったら、イルミネーション待ちでこちらのね、カフェに入ってました。はい、日が暮れるとこんな感じです。どうでしょうか？冬なのでね、夕方の5時ぐらいでこのぐらいのね、見え方です。私のね、おすすめはね、この富士のライトアップです。あ、これすごいわ。めっちゃ綺麗。すごいすごいすごい。ねえねえ、すごくない？なんかね、チームラボを彷彿させますね。聞いてないですけどね、きちんとね、おみくじもありました。ちょっとね、違う季節行ったことないのでわからないですけど、イルミネーションの時期すごくおすすめです。皆さんもね、ぜひ行かれてみてください。私のチャンネルでは、お出かけスポットやグルメ、美容などについて紹介しています。グッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。
最後までご視聴ありがとうございました。